2年連続中止となった仙台青葉祭りの代替イベントとして、来月開催を予定していた仙台すずめ踊りの中止が決まりました。仙台すずめ踊り2021秋舞は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2年連続で中止となった仙台青葉祭りの代わりのイベントとして、来月26日に江東台公園市民広場などを会場に開催される予定でした。しかし、主催者によりますと、緊急事態宣言が出されていることや、参加者の練習場所の確保が難しいことなどを理由に中止を決めたということです。イベントには仙台市から28団体600人ほどが参加する予定でした。主催者は、新型コロナの感染が来年までに収まることを願い、準備を進めていきたいとしています。